俺にはずっと気になっていることがあります。夏祭りに瀬尾先輩と一緒にいたかっこいい人、あの人は先輩の彼氏だったんだろうか。野崎先輩に相談してみた。ああ、瀬尾にイケメンの彼氏？そうだな、俺だったらこんな展開にするかな。いや、あの漫画のネタ振りではなくて現実の話で。先輩、瀬尾先輩が脇役になっちゃってます。月刊少女野崎くん。堀先輩にも相談してみた。あのかっこいい人とどういう関係なのか、なぜかすごく気になっちゃって。そうか。すいません、こんな話興味ないですよね。いや、そのかっこいいやつってどのくらいイケメンなんだ？なんかこう派手にモテそうな感じですかね。キラキラ系？キラキラか。はい、仲良さそうでしたし、やっぱりお付き合いしてるんでしょうか。どうなんだろうな。それでその男はうちの鹿島よりかっこいいのか？本当に二人とも話聞かないな。月刊少女野崎くん、演劇部といえば夏休み合宿行くんですよね。いいな。お前も行く？いいんですか？ゆるい旅行みたいなもんだからな。野崎も来るぞ。へへ、野崎先輩が。なんかもうとんでもねえワクワクっぷりだよ。合宿で海ならビーチでナンパされるに決まってますよね。そこにイケメンが現れてドキッと恋が始まるわけです。夜には絶対誰かが宿を抜け出して地元の事件に巻き込まれたりしますよね。肝試ししたら男の幽霊と出くわして。置いて行きたくなった。そんな事件起きねえよ。月刊少女野崎くん。合宿ね。うん、毎回部員以外も入り込んでるから一緒に行く？ニコリンも行くの？うん。知らない人いっぱいだけど大丈夫？お前俺を何だと思ってるんだよ。だいたい鹿島もいるんだぜ。でもね、ニコリン、鹿島くんがいると言っても寝る部屋は別だよ、お風呂も別だよ。いや、ジオちゃん、ミコシバもそんなこと分かって。嘘でしょ？続くよ。続くな。